This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese.こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。バンコク都庁はバンコクを世界的な投資ハブとして推進する計画です。政府は中国とカザフスタンの入国ビザを免除すると発表しました。台湾からの投資20件にタイ投資委員会の特典が付与されます。タイでアジア国際ヘンプエキスポ2023が開催されます。それではまず、はじめのニュースです。バンコク都庁はバンコクを世界的な投資ハブとして推進する計画です。チャッチャーとバンコク都知事は、バンコク都庁がバンコクを多国籍企業のハブになり、経済成長を促進するため、政府の支援を求める方針を明らかにしました。チャッチャート都知事は、バンコク都庁の政策を政府の方針に合わせることで、都市経済と雇用創出を強化することにつながると強調しました。都知事は、バンコクとのハブ化と雇用機会の創出は共生関係にあり、雇用で国際企業は重要な役割を果たしていると述べています。質の高い企業の進出は、雇用市場を豊かにするだけではなく、賃貸物件の所有者、タクシー運転手、レストラン経営者、農家など、様々な関係者にも利益をもたらすと前向きな見方を示しました。チャッチャート都知事は、外国人投資家や外国映画のロケを誘致することを目的とした総合サービスセンターを設立する計画を明らかにしました。これにより首都により多くの外国人収入を呼び込むとして、この提案について近く政府と協議する意向です。また、タイ投資委員会との協力も課題だとしています。外国投資のトレンドが産業からサービスや金融、スタートアップ・イノベーション分野へとシフトする中、これらの分野に対応するバンコクの能力は極めて重要な資産となっていると主張しました。チャッチャート都知事は、バンコクの魅力について、手頃な価格のオフィス、国際的な教育機関、多国籍の人材に対応する医療施設など、居住にも適した場所であることを強調しました。一方で、バンコクの交通渋滞、新しい鉄道路線への投資、運賃の上限設定案についても、引き続き政府との協議課題に挙げています。次のニュースです。政府は中国とカザフスタンの入国ビザを免除すると発表しました。政府は先ごろ、今月25日から来年2月末までの約5ヶ月間、中国人とカザフスタン人を対象に入国ビザを免除すると発表しました。チャトロン観光局局長は、この政策はタイの競争力が高まる可能性があり、タイのツアーパッケージ料金が安いことを考慮すれば、その可能性は高いと述べています。タイ当局は様々な観光促進キャンペーンや政策により、外国人旅行者の数が今年末までに2740万人に達し、来年はさらに増加すると予測しています。一方、タイの中国大使館は Facebook を通じてタイ側に謝意を伝えました。ただ、タイでは近年、
海難事故や交通事故で大勢の中国人観光客が死傷しているほか、タイで中国人が騙されたり誘拐されたりするケースが少なくないとされ、中国人の間ではタイを敬遠する動きもあるとされていることから、中国大使館は訪台中国人の安全面に十分配慮してほしいとタイ当局に注文をつけました。タイ外務省はタイ滞在中の中国人の安全強化のための措置を講ずると発表しています。次のニュースです。台湾からの投資20件にタイ投資委員会の特典が付与されます。タイ投資委員会によりますと、タイ投資委員会はこのほど台湾に拠点を置く電子製品製造会社による投資プロジェクト申請20件に対し特典を付与することを決めました。これらの企業はタイを新しい輸出向け生産拠点にしようとしています。タイ投資委員会の担当者は、台湾企業は中国との緊張関係の悪化の影響を避けようと新しい投資先を見つけようとしており、その結果タイへの投資が増えている。タイに投資することは欧米への投資に比べて生産コストを低減することにもつながると説明しています。台湾は電子製品製造における世界シェアが 35%、 台湾製半導体の世界シェアが 65% で、世界最大の専業半導体ファンドリーの台湾セミコンダクタマニファクチャリングカンパニーがマーケットリーダーとなっています。次のニュースです。タイでアジア国際ヘンプエキスポ2023が開催されます。アジア国際ヘンプエキスポ2023が11月22日から25日にかけ、バンコクのクイーンシリキッドナショナルコンベンションセンターで開催されます。医療業界、食品医療業界、栄養補助食品業界、化粧品美容医療業界、自動車産業、建設業界、ペット業界の製品やイノベーションの様子も合わせて展示されます。また麻と大麻の生産における日本での状況も紹介される予定です。12カ国の専門家による大麻ヘンプに関するセミナーや、タイ企業と外国人投資家との貿易交渉セッションも予定されています。このエキスポには世界中から約1万人が参加し、約80億バーツの収益を生み出すと予想されています。タイ産業用大麻貿易協会のポンチャイ会長は、麻と大麻に関連するビジネスと産業は継続的に成長しており、登録された大麻栽培者の数は現在110万人に達していると述べています。食品医薬品局によりますと、ヘンプと大麻に関する登録製品は約1000品目あり、その 77% が化粧品で、次いで食品と栄養補助食品が 19%、 ハーブ製品が 4% となっています。タイにおける麻と大麻の市場価値は昨年84億8000万バーツを記録し、その数は2027年には730億バーツに達すると予測されています。ここでラジオタイランドからのお知らせです。ラジオタイランド日本放送は今年10月1日から12月31日まで放送を一時お休みさせていただきます。日本語放送の再開は2024年1月1日からを予定しています。新たな放送のスケジュールはラジオタイランドのフェイスブックでお知らせいたします。またこれまでの放送のアーカイブの一部がラジオタイランドの YouTube チャンネルで再放送されていますので、こちらもご利用ください。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。バンコク都庁はバンコクを世界的な投資ハブとして推進する計画です。政府は中国とカザフスタンの入国ビザを免除すると発表しました。台湾からの投資20件にタイ投資委員会の特典が付与されます。タイでアジア国際ヘンプエキスポ2023が開催されます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。
毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.